クリスマスツリーの足元がちょっと寂しい、寒そうなんで、今日はツリースカートを作ろうと思います。クリスマスのラッピングペーパーでこうやってやってみたんですけど、それでもまあまあ別にいいんですけど、近くを歩いたりするとペラペラってめくれちゃったりするんですよ。動いちゃうので、今日は、このツリースカートを作ろうと思います。こんにちは、よしこです。今日は今お見せしたように、クリスマスツリーのツリースカートを作ろうと思います。端切れを、このクリスマスの端切れを買ってきたので、これで作っていこうと思います。なんかね、クリスマスツリーにもともとついているものもあるんですけど、私のはついていなくて、ツリーの足元がちょっと寒そうだったので、これなんか殺風景だなって感じがしたので、今日はツリースカートを作っていこうと思います。これとあとは緑色のリボンを買ってきました。これで作っていきます。そしたら、裁断をしていこうと思います。直径60センチの円を作りたいので、あとは、縫い代はもうつけずにかがり縫いでしていこうと思うので、ちょうど60センチに切っていきます。コンパス、できた。できた。丸く切れました。すごい、これ一発で糸が通った。これすごい。アイロン出すのめんどくさいからしつけしておきます。しつけしました。アイロン出すのめんどくさいので、ここは中心のところに入れて、こうやって使います。はい、で一応今度、ここの周りをぐるっとかがり縫いして、でこのリボンをつけていこうと思います。本当はね、リボンもボンドとかでもいいんですけど、まあ、とりあえず前と
と質感いたいなと思うので、私はこれを縫い付けていこうと思います。ここを縫うんですけど、縫う前にすごい準備が全然できていません。糸をボビンに糸を巻こうと思います。緑しか買ってこなかったんで、まあ緑でいいかなと思って緑の糸をボビンに巻きます。やっと準備が完了したので、ちょっとさっきの歯切れで試し縫い、すごい、あ、ちゃんと縫えてます、大丈夫です。まずはこの周り真ん中の穴を縫っていきます。さっきしつけをしたので、このしつけをしたところを綺麗に縫えなかったけど、まあいいか。まあいいか。なんかすごい汚い。でもいいってことにします。まああんまり見ないことにしよう。汚いから。もうこのリボンをいきなりつけていくことにします。おお、できた。ほら、なんかちょっと安っぽい、インチキ臭い。安いクリスマスツリーについてそうなツリースカートっていう感じかな。周りに一周リボンを縫い付けたところです。でもう一回ミシン使うんですけど、これだけだいたい1メーターぐらいかな、リボンが余ったので、これでリボン、まずこんな感じでリボンの形に縫っていこうと思います。できたのでつけていきます。完成しました。はい、ほらこんな感じです。ツリースカート、ちょっと裏見ると汚いんでツリースカートできました。ちょっとじゃあつけてみます。できたんですけど、なんかちょっと小さかったみたいです。ですね、今つけてみて思ったんですけど、このバランスがだいたいこのツリーの一番広い幅、一番下の方の枝の直径を測ると70センチあるんですよ。だから最低でもその一番ツリーの一番広い枝の部分の幅を、直径を測って
同じぐらいにするともうちょっとバランスがいいかなって思います。なんかねちっちゃいけど、まあいっか、まあ次回作るときはこれを覚えていて、ちゃんとこの一番下の枝の幅で作ろうと思います。私は今これね60センチの直径で作っちゃったから、この真ん中が盛り上がってることを考えれば、もしかしたら布自体は80センチぐらいで作った方が良かったかもしれないです。布は直径80センチで切って、であそこ真ん中が盛り上がってるから、その分を考えれば、そしたらちょうど直径が70センチぐらいの大きさに収まるのかなって思いました。はいでそんな感じで今日はちょっと行き当たりばったりで、全然作り方とかも見てないんですけど、適当に作ってみました。布を丸く切るところはコンパスを使いました。そしてこの、リボンをただ周りに縫い付けただけです。縫い代とかは全然考えてないです、含めていないです。で最後に余ったリボンで、リボンを作って縫い付けました。はい、なんかちっちゃい、まあ、今年はこれでいいことにしよう。今度ねお孫さんと一緒に飾り付けするんですよ。これはまだ LED しかつけてなくて、なんか松ぼっくりとか赤い実はもともとついてるんですよ。これを用意してあるので、今回はこの赤いボールをお孫ちゃんと一緒に飾り付けしていこうと思います。はい、そんなわけで、今日はクリスマスツリーのツリースカートを作りました。全部行き当たりばったりで、作り方とか YouTube とか全然見てなくて適当に作りましたなんか昔あの職場で飾ってあったクリスマスツリーがこんなだったよなってちょっと思い出しながら、なんかちょっと安っぽいあのクリスマスツリーについてるようなツリースカートができたんですけど、まあこの一番広いところに合わせて大きさを決めるといいと思います。はい、あとはもう自由に作っていいかなと思います。あとは、真ん中にあの木の部分を刺すところの穴を開けたんですけど、穴を開けるのもいいんですけど、あとはやり方としては、なんだろう、真ん中まで半径こう切り目を入れてそこをこうかぶせるっていう感じにしてもいいと思います。そこは別にそのまま、切れたままでもいいし、あとはこうマジックテープかなんかで止められるようにして、半径一部分だけ切った状態で作ってもいいかなって思いました。あとはバイアステープでちょっとあのクリスマスっぽい色とか、ラメとかあったらいいかなと思うんですけど、あればね、そう、なんかリボンもいろいろ工夫すると、赤と緑だけじゃなくて、例えばベージュとゴールドとか、ベージュとゴールドと白とかでもすごくあのちょっといい感じになると思います。はい、こんな感じです。あとはちょっとこんな風な雑貨屋さんで売ってるようなものとか、まあ、自分で拾ってきてペイントしてもいいんですけど、こんなのを下にばらまいて置いといたり、あとはこうなんだろう、Amazonとかの段ボール、ちっちゃい段ボールとか箱をラッピングペーパーでこうラッピングしてこのツリーの下に置いとくとか、そんな演出も子供が喜ぶかなって思います。一つ私がいつも子供が小さい時にやっていたことがあって、クリスマスの、日の前、イブの日に、近くの公園とか河原とかに、トナカイが食べる草を取りに行って、で草を取ってきて、でお皿に入れてクリスマスツリーの下にその草を置いて、であとはサンタクロースが来た時に食べるクッキーと、牛乳ミルクをコップに入れてクリスマスツリーの下にその草とクッキーと牛乳を置いて24日の夜は寝るんですよそして25日の朝
もうクッキーもなくなって食べてあって、で牛乳もミルクももう飲まれていて、で草もこう食い散らかしてあるっていうあの演出も結構リアルな感じで良かったです。ずっとうちの娘はだから中学まではずっと信じてたんですよでなんか学校で男の子が騒いであれは親なんだよっていうので、だんだん その辺からバレてきたんですけど、そういう演出があります。私アメリカ人の人にそれを聞いて、ああそれ楽しそうって思って、で毎年24日の昼間あの公園に草を取りに行き、あんまりねこの時期だから草って生えてないんですけど、それでも寒い時に生えるような草があるので、そういうのをちょっと取って、であとクッキーとミルクをツリーの下にプレゼントと一緒に置いておくっていう、あ違う、プレゼントはあの寝ちゃってからですけど、それを置いて寝るっていうのもやってみると喜びますので、やってみてください。はい、では今日はこんな感じで、久しぶりに洋裁をやったので結構大変でした。はい、ではまたちょっといろんなクラフトもやっていこうと思います。はい、今日はこんな感じで終わりにします。ではさようなら。